り団尻。断じり、尻、断じりは神社の祭礼で用いられる屋台、出汁の一種。主に関西地方で多く見られる。大小二つに分かれた独特の母屋根を持つ引山で多くの彫刻が組み込まれ、刺繍膜や金の綱、提灯やぼんぼり、旗、のぼりなどの装飾が施されている。主にケヤきを用いて作られており、駒には松が用いられる。 金具の装飾など以外には、釘は使用されておらず、宮大工の技術が用いられている。大阪府か、石河線においては、段尻、段りといえば、大屋根、小屋根、前屋根、小屋根、男屋根、女屋根と呼ぶ地域もあるからなる二段の屋根をしつらえた、上下段りを意味するが、大阪から離れた滋賀県や三重県、岡山県などでは、一般的には、 だしと呼ばれる段差のない一つ屋根で彫刻より飾り膜による装飾を主体とした引屋値も段尻と呼ばれる場合がある。なお段尻を段尻と読むのはあくまで俗な指の当て字であり、段尻の本来の読みは字車まである。慣例的に書き言葉としては段尻を用いることが多いが、段尻には霧妻屋根の簡素な引屋値や古語では単なる四輪の運搬台車も含み、 より講義的な意味を持つ。近畿地方の泉州、河内、摂津などの地域を中心に、近畿の広域で見ることができる。だんじり祭り、だんじり祭とは、だんじりと呼ばれる出汁を弾く、祭り、だんじり林の演奏を奉納する祭礼の総称で、大阪府、兵庫県南東部、奈良県を中心に、近畿地方の各地で、夏から秋にかけて行われるものが多い。 岸和田段り祭りがよく知られている。祭礼における段尻、段りや、太古代の運行は伝染病が流行しないことを祈願する神社の夏祭り、あるいは五穀豊穣、農漁業の収穫を感謝し、豊作、豊漁を願う秋祭りに引き出される催しであり、神社、宇治子、公、実地会が主体となる世話人、保存会、和歌中、 青年団で運営されてきたものであるが、そうした由来にかかわらず、近年団り祭りは、地元住民の楽しみとしてのイベント色の傾向がくなりつつある。各地社林のホームページ等には、豊臣秀吉による大阪城追記の際、団り林を奉納したという記事が頻繁に見受けられる。築城は、 古墳造営と同じく大規模な土木工事であるが、そこで巨岩などを運搬する際の掛け声等が、段尻、だんじり林のリズムを形成していたという。各地社林の保存会、公、連の中には、この説を支持している頃が少なくない。大阪追記の頃には段お及び林が、接続すでにその周辺地域に定着していたとしてもよかろう。追記は、機内以外でもなされているので、 この考えに矛盾点もある。朝日放送のテレビ番組である、歴史街道においては、豊臣秀吉が、摂州段尻林を気に入ったと放送されている。さらに後、三大将軍の徳川家光時代の、官営年間に、段尻の宮入りが、大阪天満で始まったという記録があり、安土桃山時代の林が継承されていたと、考えられる。このような説に従えば、 ヨーロッパのクラシック音楽、バロック音楽と呼ばれているものよりも、僅差ではあるが古いということになる。もっとも、ヨーロッパの場合、楽譜というものが存在したが、日本の全近代の音楽には、楽譜が存在しない。いずれにせよ、ダンジリ、および林は、食法政権時代に完成していたと言える。ダンジリ祭りの歴史として300年以上を歌う例が、多いが、江戸時代から、 宇治神の祭礼での納、祝賀として、また、庶民の楽しみの一環として、鳴り物を乗せた屋台と共に行列が練り歩いた事例は、あったされる。それは、京都祇園祭りの山鉾巡行を模倣したものと、言われる。しかし、今日栄光されている団尻とは大きく異なる、屋台であった。現代の団尻の様式の原型が登場したのは、江戸末期から明治にかけてと考えられる。 現存する団りでも古いものほど団りの彫刻は、柱、屋根周り、マスアイ、車板の竜や陶磁しボタン、それに、灰掛け魚の和紙、須作程度でちょう度が簡素である。江戸末期の大阪の名所、祭事を描いた何は百景に、天神祭りに見入りする団り、説明書杖には、ザマ神社に見入りする団りが描かれているが、そこに描かれているのは、 今の上地者の形態であるものの、見送りや、泥膜は、赤い膜でしかない。太平の世で庶民の文化水準、経済力が向上し、加えて、田町への対抗心から時代とともに、断じりが豪勢に変してきている。大阪市北の古い断じりには見送り、断じり中断工法に、化粧膜を用いた型や、泥膜、断じり株が単なる染めた膜や、格子状のものが残存していたが、 しかし、修復の際に、彫刻の見送り、三枚版や、泥幕に変更する例が増えている。彫り物の題材としては古いものは、竜や当時死の外に、鳳凰、麒麟、幕などの神獣や長獣、花鳥風月や仙人など中国の古事にちなんだ彫り物が多く見られ、時代が経つにつれてに、神宮皇后三冠聖伐や菅野,野村の山田の、おろち大事などの神話や、 伝承民ものが加わる。そして、明治期の高段の流行を受けて、南馬戦機、太平機、厳平合戦などの軍機のが好まれ、武将が主たる彫り物となり、現在に至る。なお、水田地域では修理で、大きな改造がなされていない、古い様式を止めているじ尻が、今も残っている。 幕末から昭和初期にかけては、大阪市中や中郷地にも少なくない団りを扱う、大工や堀師が今日構えていたが、その当時からも淡路島は団り、太古代の産地であり、淡路から大阪に多数の団りが海を渡ってきたという。堺における練り物、屋台行列の歴史は古く約400年前。元禄元年には、開港神社宇治湖によって、 矛が作られ、これが、後のじりの原型だとも言われている。天文六年、1741年に、貝塚の関連神社では、堺の引きじりを借りるかどうかと論議した記録が残っている。しかし、これが、今のじりの様式かどうかは分かっていない。これらのことから、堺はじり発祥の地とする説もあり、王子は、 数十代の断じりが存在したことが記録されている。ゆえに、堀市の堀又こと、西岡はじめ門や、地元断じり大工の河村、木村はじめ門ら、北に隣接する住吉には大元大佐一門という大阪、堺、住吉型断じりの細工職人も多く所在した。明治期までは、堺においても多数の断じりが、祭礼に繰り出されていたが、明治28年、 住吉大社名護し払いの折、紀州街道中の町大道付近で、断じり同士のすれ違い時での喧嘩で、殺傷事件が起こる。それを契機に、警察は、じりの運行を禁止した。そのことから、堺九州市内では、日露戦争以降は、布団大好みが巡行を許可されるようになる。その影響か、住吉界隈の祭礼での断じりの栄光も、衰退してゆく。 堺井以外にも原派引きの河内のホンダ八万宮で初めて成り物を乗せただんじりが登場したとする記録、河内名所図摂津名所図も残るが、それは華奢のような形態で、現在のだんじりに禁似した形ではない。いずれに白坂井で発展しただんじりが、他の先週各地、及びの摂津、河内で栄光される段尻に与えた影響は大きい。坂井で、 だんじりが禁止されると、堺のだんじりが近畿各地に売却され、堺型だんじりが広く分布されるきっかけになった。堺郊外、新堺市域には、明治期のだんじり禁止令から除外され、また戦火に免れただんじりも残った。しかし、昭和30年代のだんじり衰退期にその多くが、売却や焼却、解体処分された。昭和50年代に入ると、堺でも、 再び断じり新調ブームが起こるが、この頃から、岸和田の影響を受けた上地者、後部に、下断じり特有の後手子がつく、岸和田の下地社そのままの形式が増えていく。さらに平成の時代になると、岸和田以外の先週各地、境でもやり回しが定着し、伝統的な境型上地者より安定性の良い、岸和田型の下地社の比率が多くなった。 今でも天馬界隈は、段尻林の演奏が盛んであるが、現存する段尻は三つ屋根の段尻、段尻一台しかない。大阪天満宮の夏祭りには、教皇十七年、1732、に五十代、最盛期の安永九年、1778年には八十四代の段尻、七以外の段尻を含むの栄光が記録されているが、天馬、及び大阪三里で、 だんじりの台数が減少した理由は定かでない。大塩平八郎の乱で消失したという記録もある。また、太平洋戦争での大阪大空襲で、大阪市内中心部では、多数のだんじりが消失した。戦後新しく移住した住民のうじ子意識や、地域住民とのつながりの希薄さ、それに、都心のドーナツ化現象による、定住人口の減少などにより、 戦後に、じりが復活した例は少ない。しかし現在じりが栄光されていない地域でも、夏祭りで団尻林の奉納演奏がされる神社は、少なない。堺と並んで観光地地都市として栄えた平野里の、夏祭りには、今でもじりが、盛んに惹かれている。幕末の記録では今以上に、多数のじりを各町で保有していたと記録、平野に残る、団尻番付けされていい。 しかし当時の団りは、今日のものより簡素であったと考えられる。平野の夏祭りで、団りが栄光される以前は、成り物や風流人形を乗せた落車や、担ぎ物が繰り出されていたという。このような流れは、今でも、天神祭りの人形を乗せたお迎え船、近畿各地の文楽人形や、からくり人形が採掘されただし、南河内の団りの上で、にわかが演じられているのに通じている。なお 平野の熊田神社夏祭りの本祭には、だんじりの栄光は行われない。現在、最も盛大に、だんじり祭りが開催されているのが岸和田である。岸和田市では受け継がれてきた伝統のだんじり祭りが、次第に、マスコミ等を取り上げられるようになり、今では、全国的知名度となっている。岸和田市の公式な広報では、岸和田のだんじり祭りの起源を、 元六十六年、千七百三年、岸和田藩主、岡部町太が、京都伏見稲荷を、城内三の丸に誕生し、五国宝城を祈願した稲荷祭りにあるとしている。断じり、尻、段尻の栄光は町衆による神への奉納であり、宮や城が取り行う公式神事に準ずる、祭礼である。当初は祭礼に、庭かや狂言などの芸事を演じていたようである。その後、 城下の町民が祭礼時に途上を許され、長持ちに車輪をつけた台車になり物を乗せて、神楽寺市をまったり、奉納相撲が行われたという。やがて小さな軽い引き団じりをこしらえ、その上に人物や風景などを模して作った飾り物を乗せて栄光したと伝わる。さらに時が経ち、天明五年、1785年、岸和田城下北町の油屋寺兵という商人が、 泉郡歌大津村、現、泉大津市より、大型団尻を購入したという記録があるが、この団尻は縄文を潜ることができなかったため、岸和田で改良された団尻が制作され独自の団尻の様式が発展していく。そうして、現在の岸和田型の団尻が完成された。なお、岸和田の団尻の特徴である高速で走行し、停止せずに辻を一気に回りきる、やり回しは、 昭和の時代から行われるようになった。郊外の集落では過疎や少子化の影響で、断じりの運行が途絶えたところも少なくないが、岸和田では、旧城下町のみならず、周辺の新興住宅地も断じりの新調が盛んである。新調時に、それまで保有していた断じりが転売されるため、岸和田型の下地車の分布が広くなってきている。泉大津における、 断じりの起源は、泉市の泉城神社、泉御宗社で行われていた、飯山杜御の古礼に従って、穴市神社でも行われた飯の山断じり、御前断じりが始まりとされている。この杜御は、天平十四年七百四十二年、聖武天皇の時代に、先週一帯が干伐危機に陥った際、天皇は、立花諸慶に命じて米を泉御社に供し、 あまりを休民に施せと言われたことに始まる。里人たちは施された米を台車に乗せ、両民に見せ懸命に雨乞いをしたという。おかげで、干ばつは去り、窮地を脱した両民たちが、毎年秋の収穫期に感謝を込めて、だんじりに米を持って祝いあった。当初は、ただの台車であったものが、時を経るうちに、屋根がつき、締め縄を張り、榊を飾り、台車に彫刻をし、 だんだん豪華になり、夜中起きして、街中を、どーんどんどんと太鼓を叩きながら練り歩き、夜明け前に神社に突き放納するという、現在も変わらない神事が続いてきた。この都御は、天正年間に廃止されたが、なぜか、アナし地区にだけ残り、現在も続けられている。また、時代とともに、段りは型を変えていき、浜八丁地区では、 だんじり同士をぶつけ合うかち合いが行われるようになった。このかち合いは、堺の大鳥屋津区の兵庫の宝塚などで、警察が介入するほどの激しいぶつけ合いが各地で行われてきたが、現在は浜八丁地区にしか残っていない。一般に、だんじり、だんじりといえば、先週地域、泉国、大阪府南西部の岸和田市のだんじりが全国的に知られているが、 河内地域、河内国、大阪府東部、摂津地域、摂津国、大阪府北中部、兵庫県南東部にも、断じりを保有しているところが、数多く存在する。専州地域では、断じりの装飾や栄光自体が、重要視されている。それに対して、河内地域ではそれらだけにとどまらず、断じり林や引歌なども、重要視されている。また、摂津地域では、 大阪市南部、大阪市東部、神戸市、阪神館あたりの場合、だんじりの装飾、栄光、だんじり林が重要視されている。だんじりの型は大きく、下地社下だんじり、上地社上だんじりの二つに対別できる。かつて、岸和田城下の北町が、泉大津よりだんじりを購入したものの、城門を潜ることができなかったために改良を重ねた。 ものが、現在の下地者と呼ばれるものである。昭和中期頃まで、岸和田型の団りは概ね大津が愛なんで見られた、ため、京都から遠い意味で、下地者と呼び、対して、従来の方の団りを、上地者と呼ぶようになったという。なお、団りの重心位置の上下によるとする説は、属説である。上地者、上段尻、下地者、下段尻という呼び方は昭和40年代に、 だんじり研究家の間で使われ出した言葉で、戦前は、そのような区別はされていない。基本的に、大阪、大阪周辺の断んじりは屋根、柱などの構造物、彫刻には、部分的に黒や、白、朱に着色されるが、その大部分は、木の地のままで、塗装や白はされない。また上地者は、下地者に比べて、金具の装飾が多い。大まかな分布として、 大津川以南の岸和田周辺では、泥、泥膜が中段まで締め、見送りに立体的な人形を用いた三次元的、ジオラマ形式に採工した下地車が多い。泉大津から境にかけては、泥膜は8日までとし、舞台床、見送り四方に木星降覧、降覧を張り巡らせ、見送りは平面的な三枚板を用いた上地者が多くなる。地と下地では、 屋根の細工も相違し、破風の形態のほか、上置車には飾り目、鬼板、または鬼熊瓦屋根の鬼瓦に相当にししこみ、武者などの彫り物が取り付けられている。大和川を越えて、摂津、大阪市内、北摂中郷内地,地区では、上置車でも後方のかじてこがなくなり、向きを変える際には四方に取り付けられたにない棒、片瀬と呼ばれる丸太。 または角材に肩を入れて押しながら旋回する。西宮を越え、足屋から神戸にかけては泥ばっか舞台にの外側に、駒、車輪が取り付けられる例が多い。じりが転売されるとその地域の伝統的な仕様に回収される場合が多いが、荷内棒や、かじてこの取り付け取り外し、内ごまから、外ごま程度の改造はされることはあっても、上地車から、下地車、 下地車から上地車のように大改造されることはない。近年泉大津井北でも新潮中古購入の際、岸和田型の下地車を採用する事例が増えている。特に堺市内では岸和田型の下地車への転換が著しく、堺では最初に大鳥地区が典型的な下地車を取り入れた。現在道地区では上下双方の段尻が混在し、 上地者でも三枚板のものは残存しない。堺、八田地区ではすでにすべての段尻が、くの地区でもほとんどが、下地者に置き換わっている。段尻とは呼ばれないものの泉佐野以南、仙南郡田尻町吉見以南では、二段の屋根を持ちながらも駒がない、担ぎ段尻、駒が二輪の矢倉が見られる。岸和田型とも呼ばれる。大阪府の泉州地域。 中でも戦乱地域にこの方の断じりが多い。大屋根を支える柱が筒柱と舞台柱の二重構造になっているのが特徴で、岸和田城内や紀州街道が通る町ぐるは外局人の出入り口、現在 S 字と呼ばれている箇所などに設けられていた城門を潜る必要から屋根を上げ下げできる細工を柱に施したことに起因する。腰りや屋根りに奥行きがあり、 精緻な彫刻で埋め尽くされている。上地者と比べると大きく重く、曲がり角を走りながら曲がっていく、やり回し時の安定度は高い。身長には1億円以上要する。また、前輪から前へ伸びる前手子や、後部についているやり回しや、方向転換に使用する後テコも特徴的である。屋根の鬼板には大抵死神社の神門が施され、鳥ス間がついており、 ほとんどが三本である。中には、上地者の特徴でもある獅子の彫刻を施した、鬼板もある。大きいものでは高さが四メートル近いものもあり、重さも五トンにもなる。なお、やり回しは、先週地方のだんじり祭りでは、どこでも見ることができ、最近では堺などでも上だんじりに代わり、この、岸和田型のだんじりが主流となりつつある。 遠く離れた大阪市鶴見区の諸口地区、東大阪市の六号地区に下地車を持つところがあり、特に六号地区では、専修地域模倣のやり回しや成り物で栄光される地区も現れている。専修地域以外の断じりのほとんどは上地舎である。専修地域でも専北地域では上地舎が見られる。地域によりその形態に特徴があり、住吉型、大佐段尻、 境型、大阪型、石川型、新下団理、北河地型、山和型、神戸型、尼崎型、船型、社殿型、宝塚型というように達したような型が存在する。屋根のお板には、大抵鹿みやお肉まと呼ばれる、大きな獅子の彫刻が施されている。鹿みではなく飾り目、鹿目と呼ばれるものや、鳥臼まがついている上地者もあるが一本が多い。 重量は比較的軽く、上り坂でも進むことができる。下地車にある前手子はなく、周りを二内棒または超細棒と呼ばれる木の梁で囲っているのが特徴。この二内棒があるため、連合引きと呼ばれるパレードの際にじりを担ぎ上げてウィリーさせることができる。これを差し上げといい、これは上地車を使う河内地域のほとんどの地域で行われている。 その他、横に揺らす、横しゃくりや、てこの原理を用いて、地車、段尻を前後に揺らす、縦しゃくりを行ったり、前後に走らせたりする。これらの曲芸的な技は、南河内、堺市の一部などで行われている。特に南河内で主に使われている、石川型段尻は、重心が高い独特の形態をしているため、これらの技をやりやすいとされている。 他にも近年では差し上げの状態から、さらに後輪の片方を持ち上げ、一輪立ちなどを行う、地区もある。これらの方法でだんじりを引き回して、演技を披露することを、しこりまたは、でんでん、おうた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 などという。ただし、蒸気の行為は、だんじりの彫刻の破損、だんじり本体の損傷、人身事故等を引き起こす場合があり、 この行為は行われない地域も多い。また、同じ南河内でも、河内長野市や富田林市の一部では、交差点などで、段尻の降輪を浮かせ、そのままの状態で段尻を左右に勢いよく、回す、運回しという高速回転が見物となっている。また、運回しを行う地区の多くは、古来から境とのつながりが深い地域に多く、住吉型、大佐段尻や、 境型団尻を使用していることが多い。泉大津市の大津地区、通称浜八町では、互いの団尻をぶつけ合う、勝ち合い、勝っちゃいが、名物となっている。兵庫県南東部の一部地域では、団尻の前輪を上げ、互いの担内棒、片棒を乗せ相性部を決める、山合わせが、見物となっている。地域によっては、団尻に発電機を乗せて、 大きな電力を確保し、派手なネオンや照明を装備することもある。上段尻に、彫り物の一部など、下段尻の特徴を足した石柱型も近年ではよく見られる。段尻林、段尻、段尻林には、石火線三地域それぞれの味があり、様々に評価される。泉州地域では、主に小太鼓、大太鼓、金、笛などを用いる。河内地域では主に大太鼓、 小太鼓、鐘に加え、引歌のマイクも用いる、南河内地,地域に限る。摂津地域では主に親太鼓、小太鼓、鐘、二丁で演ずる場は、相番といいオスねメスネとなる。などを用い、尼崎では釣り金型の繁殖を用いる地域もある。大阪市北部には、戦争、戦乱等により、消失、断じりへの熱意の低下。 あるいは、資金的な問題等によって、じりが消滅し、じり林のみ残存している地区がある。これらの地区にあたる、北長江、南長良等では、じり林が、じりの栄光と、独立して伝承されていき、平野郷地域、十三地域や東大阪地域などの一部には、長江、南長良地区の伝統的じり林を取り入れている、校が少なくはない。 長江を起源とした大阪流弾尻林は郷土芸能としても発展し天神林とも呼ばれるようになる。そして愛好会が結成され、イベント会場で林を披露するセミプロのパフォーマーも存在す。また、情報落語家のあまり芸として演奏されることもある。摂津地域、大阪市内のみ、河内地域の一部に見られるものである。東の流派を天馬流。 北の流派を長江流という呼び方が昨今では一般的である。実際、踊り以外でも演奏にもかなりの違いあることは各地社のホームページ等でも紹介されている。中には前者を主流派、後者を非主流派とする見方も存在するが、これはあまり指示できない。両派ともにそれぞれの伝統を守っている点を高く評価しておきたい。もに、 大阪市北区、長江は、旧王余独なのに、このような呼び方がまかり通っているのは、天満が、大阪天満宮を指し、天満宮境内で演奏している校が、今福、賀茂地区、大阪市上東区の人たちを中心に構成されている、ことに由来している。よって、大阪天満宮から見て、今福、賀茂が東に位置しており、同神社で奉納されているので、東が天流。 天満宮から見て、長江が北に位置するので、北が、ながら流と呼ばれてきたらしい。東地域は、流踊りと呼ばれている。これが、踊りの代名詞的なものになっているのは、大阪天満宮の天神祭、日本三大祭りの一つの時に、境内で奉納されているので、マスコミに露出する頻度が、高く、こうして広まったからであろう。北地域は、普通に、 だんじり踊りといい、踊る際に手をつくことで、運をつくという原価ぎが、基本型である。戦前からの型であるという。これを、たぬき踊りと呼ぶのは、何かの勘違いから発生したものと考えられる。竜踊りが、格段の扱いを受ける、以前の、1970年の大阪万博の前夜、祭りには、ながらのだんじり踊りが毎日放送で放映された。 香川県の断じりでは土地ごとに違う、くどきを歌いながら、右へ、左へ肩を組み、飛びながら、周り8から10番くらいあるくどきを車の前で、歌い上げる。打ちましょう。もうひとっせ。両手3度という掛け声で手を3回打つのが基本。各地社林のホームページでも明らかなように、主に、河内地域、摂津中部以東の地域の断じり、断じり林では、 だんじりを引いているときや、林を奉納しているときに祝儀をいただくなどすると、よほどのことがない限り手を打つ。関東では三本締め、プロ野球界では一丁締め、一本締めとは言わないらしい、などが使われるが、だんじりでは大阪手打ちを行う。これは一説によると、大阪市中央区の生玉山、すなわち生国魂神社が広めたものとされている。手打ちに関して、 マスコミや芸人らによって、大阪締めという語が使われることがある。断じりのほとんどは、だーちましょどんどん、もひとつせどんどん、しくてサンドドドンがどん、とする。断じり同士が、他や船ですれ違うときには、内回ひをどんどん、もひとつせ、えいどんどん、用意とさ、どんす、トんトんとする。このように、一般向けと、断じり用の手打ちが存在する。また、だーちましょ 内回ひをとせず、最初を伸ばす、または、指名目ましょどんどん、もひとつせ、えいどんどん、宿手三度どどんがどんともされる。岸和田では、そうりゃ、そうりゃと掛け声をかける。場面は、主にやり回しの時である。大阪府の山手地区の境周辺では、でんでこで合電、サー合電、ソーラ、よいよいという掛け声が普通であった。しかし、近年岸和田段尻祭りが、 全国的に有名になり、さらに岸和田型の下段尻が各地で導入されたこともあり、岸和田のように、そうりゃ、そうりゃの掛け声が普及している。ただ、場面は、やり回しの時だけでなく、直線路を走る時にも使う。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。